様、改めましてこんにちは。ただいま紹介いただきました鹿児島市立山下小学校の橋口守文と申します。どうぞよろしくお願いいたします。では早速ですが、本校は鹿児島市の中心となる繁華街に位置しておりまして、児童数392名、教職員数38名という規模の学校でございます。本校は1984年昭和59年に県の総合教育センターの研究提携校としまして、現在も継続的な研究を進めております。平成22年度に文部科学省の調査研究事業により、全教室に電子黒板および実物投影装置を活用して、子どもたちにとって楽しく分かりやすい授業作りをテーマに研究に取り組んできておりました。そして平成23年度にパナソニック教育財団の特別研究指定校としまして、研究と実践に取り組んでまいりました。本研究では思考力の育成、子ども一人一人が思考を効率的に効果的に進化拡充させていくために、どのように ICT を活用していくのか、また電子黒板およびデジタル周辺機器をどのように総合的に複合的に活用していくのか、そのことで思考の連磨の可視化できるかということに挑戦してまいりました。この2カ年間の取り組みの様子はご覧の通りですが、1年目は学習過程に沿って思考の連磨を促す、2カ年目は思考の連磨を可能にできるかということについて研究実践に取り組んでまいりました。研究の方法は4つの柱で進めてまいりましたが、実際に研究を進めていく中で、2カ年目の思考の連磨の可視化、つまり蓄積したり評価を中心にしていくことを念頭に置き進めてまいりました。その中では授業作りにおいて新地先生の細かなアドバイスもたくさんいただいたところでございます。まず授業のさまざまな場面で計画的に効果的に思考活動を取り入れていくということで、これらの思考活動を促進するためにどのような ICT 機器を活用するのか、またこれまでの実践を位置づけながら分類整理してきました。ご覧の思考活動のほかにも、ご存知の通り関係づける、想起する、あるいは分類整理する、推論する、一般化するといった思考活動を分類し、1年目はその思考活動をより充実させるための ICT 活用の授業を実践に努めてまいりました。実際の事業実践例としまして、このように学習課題を明確に持たせて、教科書だけでなく資料集やインターネットの活用することにより、より多くの情報を多面的に考えるという活動を取り入れ、また調べたことをまとめる活動ではコラボノートを活用して、即座に互いの考えを見取ったり分類整理したりできるように、自分の考えをなかなか持てない子にしてみると、友達の意見を見て再び自分の考えグループでまとめて貼り付けるという形を取っていきました。ご覧のように分類していくことでデジタル化され、また次の時事の学習の中でも生かす、これがデジタル化した材料として学習を進めることができました。思考の連磨の場面を取り入れた授業作りを行い、それに支え促す ICT 活用を具体化するためには、これに応じた授業構成を明らかにし、学習目標に即した思考に関する具体的目標を立て、それに応じた適切な思考活動の場を意図的計画的に設定しました。その時に実際各学年であったり教科の中に ICG、 各学年に教科に1名ずつ ICT コンサルティンググループと位置づけて、事業づくりにおける ICT 活用や支援、また機器の整備も進めてまいりました。この学習では実際に観察メモカードを五感を使ってまとめていき、実際まとめたものを電子黒板および書き込みソフトを使って子どもたちと一緒に内容を分析しています。
一人一人の思考を可視化する第一歩です。実際にこれを印刷して活用することによって学習の足跡であったり、また時事の学習のヒントになるようにしておりました。実際今度は観察文を子どもたちと一緒に分析することで、自分の文章の高まりであったり、またなかなか書けない子どもにとってみるとその参考になるようにということで活用してまいりました。この授業では物の温まり方、実際金属は熱している部分から順に熱が伝わっていくことを予想していくわけですが、この授業ではその学習の後にコの字型の鉄板の熱の伝わり方を予想させました。その時デジタルペンを活用してお互いの発表を分かりやすく説明し、また相互共通理解を図り、実際授業実験を行います。その後に実際子どもたちは再生機能をもとに自分の考えを改めて知ったり、再度自分の考えを再構築する活用を図ったものです。ここではゲーム型の端末による学習支援システムを使ったものです。円の半径と面積の関係について2倍、3倍、また逆に矢印になった場合には何倍になるのかといったところを類推する授業をインタラクティブ的に総合法的に学習を進めたものです。それぞれの考えをどのように見取るか教師が活用したものです。また児童相互にもこの考えを共通理解したものであります。このように子どもたちの声、実際 ICT を活用することによって学習欲の喚起であったり ICT の良さを生かした学び方を感じているようです。子どもたちはICT の活用で考えを深めたり伝えることの楽しさも感じているように伺えます。この全国学力学習調査の結果ですが、子どもたちのすべての学力の苦悩の美を確実に捉えることは難しいですが、 ICT 活用の実践以前に比べ数値的に伸びていることから、 ICT を活用した思考の錬磨を目的とした実践研究を進めてきたことがまだ序章に過ぎませんが、少しずつ見えてきているのではないかと考えているところです。ここでは算数化の情報の関係づけという思考活動、判断、表現という力が見えてきています。私たち教師自身が子どもたちの変容や成長を実感することが次の研究や実践につながるものと思い、さらに子どもたちの学力向上につながるものと考えて実践に取り組んでいこうと思っております。教師の声としまして、実際 ICT による思考の可視化や蓄積評価において、細かな動きあるいは考えをじっくりと見取ることができるようになった、また指導と評価の一体化が図れるようになったという声も出てまいりました。この2か年間の公開研究会の様子ですが、本校の職員、公開研究会および研究の実践は子どもたちの姿でという思いで毎日の授業実践に取り組んでいます。また来られた先生方が学校現場ですぐ実践できるということを念頭に置き取り組んでいるところであります。この間パナソニック教育財団様に大変お世話になり、遠山理事長、また小川先生の方にもお越しいただき講演をいただきました。誠にありがとうございました。この2か年間ここにあります実践事例集という形で発行させていただき、多くの先生方にこの実践を活用していただきたい、またこの実践をもとにそれぞれの学校でより良い形で ICT 活用を図ってほしいという気持ちで取り組んでまいりました。これからこのようなまださらなる課題がありますが、実践研究にこれから一歩ずつまた邁進していく気持ちであります。本年度も11月8日に公開研究会、研究指定校としましては終わりですけれども、県の総合教育センターの提携校としまして第29回目の公開を行うことにしておりますので、ぜひ先生方においでいただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。